ザラキ隊長、起きていらっしゃいましたか。お体の方はいかがです。クチキルキアの処刑を明日に控え、精霊帝は不気味な静けさを保っていますが、何やら不穏な動きがあるという噂も飛び交っています。隊長、すいません、摩擦といいますか、少し熱いです。行って。奴の居場所はつかめたのか。すいません、それがまだ。俺にはわかる。奴はまだ強くなろうとしてやがる。また探せ、黒崎一は。俺はもう一度あいつと戦いてんだ。はい、分かってます。ただそのどうにもこうにも頭が熱くて、そのもう真っ赤だと思うんですね。来た、火が出た。